こんにちは。今日もですね、まあコロナ騒動でね、田舎へね移住しようかなって思っている方へね、アドバイスということでね、今回第2弾になりますかね。限界集落に、暮らすね、中卒のおっさんがねちょっとアドバイスをしようじゃないかっていうね、お話をさせていただきたいと思います。まあ、前回はね、まあその地域に足を運びましょうよみたいなね、感じでお話をさせていただきました。それでまあ今回はね、自治会ね、その大体目星をつけたところには大体自治会というものが、存在しますね。できましたらね、そこの自治会長さんにお会いしましょうという、お話をしたいと思います。まあこのね自治会長っていうのはですね、その田舎その集落でね、大体権力を持っております。まあ言ったら、知事さんみたいな感じですね。その集落の、もう偉いさん、権力を持っております。役所の方も、自治会長さんには一目置くぐらいの、権力を持っておりますね。その人の、了承印鑑がないと、工事ができなかったりとか、そういうことがありますから、自治会長さんは権力を持っております。それでね、なぜね自治会長さんにやった方がいいっていうとですね、その自治会長さんの、人間性を見るっていう点でもね、お会いした方がいいんじゃないかなと思います。やっぱりね自治会長さんがいい人だとね結構世話焼いてくれますから、役所に交渉してくれたりね、してくれますから。まあただねこれ例えば自治会長さんが根性の悪い人でしたらですね、もう非常に苦労されると思います。まあ、あの根性が悪いとねお前あれしろよこれしろよみたいなね、ことをですねつけつけもう言ってきますから、できることならね、自治会長さんに会いましょうね。そうすると大体、その地域のことは、自治会のシステムですね分かりますから、自治会長さんの、例えば役員の、期間はどれぐらいだとか、まあ例えば自治会ですと、まあ、自治会長さん副自治会長会計書記っていうシステムがありますから、そういう役員を作るね、まあ交代するのは大体、何年に1回ですかとか、そういうことが分かります。それは なぜ僕はそういうことを聞きましょうかっていうと、大体これでね揉めるんです。その自治会の中すごく揉めます。それでね下手をするとね本当にね、気をつけてないといけないのは、その役員をね押し付けられたりします。そうするとねもう本当に、日曜日とかね、夜とか結構ね潰されます。ですからね、そういうシステムもね聞いておく方のがいいと思います。まだこれがね輪番制といってね何年に1回っていう各班で回ってくるのならいいですけども、選挙制度みたいな感じに、で決めている地域はですね、やられます。もうみんなで結託してね、役員に無理やりやらされたりっていうパターンがありますから、できたら、そういうことはね、ぜひとも聞いておいていただきたいですね。まあ役員になるといろいろね年行事ありますね。その前回もね行事の多いところは やめておきましょうって言ったんですけども、最低限の行事っていうのもありますね。防災訓練とかね、それから、なんでしたっけ、敬老会みたいなね、こととかね、まあまあいろいろ結構ねちょこちょこあるんですよね。ですからね、今回はね自治会長さんに会ってその自治会のシステムとかそういうことを聞きましょうっていうね、今回の第2弾の、アドバイスですね。自治会長さんがいい人かどうかも人柄を見ましょうと、いうことですね。はい、ということで、今回は、第2弾ということで、またね、機会を見て第3弾のアドバイスをしたいと思います。ではまた。